予想屋マスター直前解説、今週は桜花賞です。よろしくお願いします。お知らせです。マスターが令和の虎ラウンジで一日店長を行いますので、はい、令和の虎ですね、はい、ラウンジがありまして、それね、会員、実は会員限定なんですが、虎が一日店長でだけは、うん、私の知り合いを呼べるということで、いつもね、最近はね、あんまりそのセミナーでリアルセミナーやってなくて、うん、はい、ライブ配信が多いんで、たまにはお客様と触れ合いたいなということで、うん、ぜひですね、ちょっと10名無料でご招待しようかなと思ってます。はい、で、第1部と第2部がありまして、はい、6時半と9時の回があるので、うん、参加希望の方は、はい、カスタマーサポートにメールしていただければ、抽選で5名ずつ無料で招待したいなと思ってます。ぜひですね、それも金曜日なんで、はい、翌日の、翌日と日曜日の競馬の話を盛りだくさんでしようと思ってるんで、ぜひ競馬の話をしたい、聞きたい方は来ていただければなと思います、はい。はい、公式サイトのお問い合わせフォームにて、はい、ご連絡ください、はい、ということで、はい、今週も馬連予想大会開催します。はい、今週はね、断然人気のリバティアイルとかでね、また当たりやすそうな感じもするんで、はい、ぜひ応募していただければなと思います。いつも言うようにですね、YouTube のこのコメント欄と、あとですね、私の、Twitter の、リプラインですね、はい、まあね、1点書いてください。で、当たった方に、うん、いつものですね、玉島さんの本の、キャッシュバックをしようというふうに思ってます。はい、天城府で返すんで、買った方もぜひたくさん応募していただければなというふうに思っております。はい、それでは出走馬です。はい、18頭ですね。頭数はめちゃめちゃ多いんですが、はい、うん、ただですね、オッズ的にはリバティアイランドが、まあ、ネット競馬のオッズは単勝 1.5 倍と、ライトクオンタムも 4.0 倍と、あと3番人気がね、大きく離れてしまってるということと、はい、まあ、リバティアイランド断然のムードが漂ってると。で、実際ですね、MTP 自体ももう68手ですね、はい、リバティアイランドが断然で、あとですね、2番手で言うと64の馬が、このドゥアイズ、はい、ハーパー、新緑あたりが64で、かなり4ポイント開いてると、はい、なかなか逆転できないなって感じですね。で、もうちょっと注目は、ライトクォンタム、2番人気のライトクォンタムが思ったより高くない62と。だからこのあたりが、はい、まあ、今のところの対レース内容を数値化したものでいうとこのぐらいなので、まあ、今のところやっぱりリバティアイランドが断然人気になるのも致し方ないかなという感じの MTP になってるのかなと思います。はい。それでは過去の3勝レース見ていきたいと思います。まずは阪神ジュブナイルフィリーズです。はい。これ2歳女王決定戦ですね。で、リバティアイランドが落勝したレースなんですが、この日がですね、実はかなりインコースが有利な馬場状態でした。それをですね、リバティアイランドは中段の外目を追走して力で押し切るといった内容です。で、2、3着が内目を通った、まあ、2、3、4着ぐらいが内目を通ったまであったことを考えると、着差以上に強い内容だったのかなと思います。なので、今回断然人気になるのを頷けるかなといったレース内容でした。で、2着にですね、この日私当たったんですが、人気がなかった新緑化が2着です。これね、キャリア一戦のことを考えると立派なんですが、はい、ただ今お話ししたように、内目がかなり有利な馬場状態、トラックバイアスで、内をついただけ、直線もね、うまく内をすくってるので、この内容を見ると、やっぱり着差以上に能力差があったよねっていう見方ができるかなと思います。はい、で、3着のドゥアイズは、ちょっとスタートで出遅れてしまったんですが、うまくね、道中スーッと内に潜り込めたこともあっての3着と。はい、なんで、コース取りに恵まれたよねっていう見方と、スタート出てれば確かに、新緑化は逆転したよねって思うと、まあ、新緑化よりちょっと上で、リバティアイランドとは、出遅れなくてもかなり差があったかなという内容です。はい、まあ、ちょっと、この下ね、なかなか買いづらいんですが、唯一、ちょっと評価を与えるすると、大きく出遅れたドゥーラなんですが、はい、ただ、まあね、後方の内目出しを貯めて、これもね、直線の内をついてるので、まあ、かつですね、今回の桜花賞、一つ大きな注目ポイントは、先行馬が全くいないので、やっぱりちょっとドゥーラぐらいの客室は厳しいかなと思います。はい、なので、この、阪神ジュベナイルフィリーズに関してまとめると、リバティアイランドが2馬身半の着差を前回つけたんだけども、それ以上にその着差以上に強い内容だったので、今回人気になってもちょっと逆らいづらいなっていうのが一つで、2着の新緑化に関しては展開に恵まれたので、今回ね、なんか滑り込みで出走できてて運はいいんですが、はい、ちょっと能力的にどうかなというところですね。で、ドゥアイズは、まあ、出遅れなければ新緑化を逆転しそうなので、はい、まあ、若干だからリバティアイランドがちょっと抜けていて、うん、ドゥアイズがその下で新緑化とよりちょっと逆転しそうかなぐらいの評価でいいのかなというふうに思っております。はい。
続きまして新山記念です。はい、新山記念ですね。ライトクォンタムが勝ったレースです。で、まあこれね、あのスタートで出遅れで後方からの競馬になったんですが、直線だけで差し切るといった非常に見た目は強い内容でした。で、これをどう評価するかですが、はい、まあね、7頭立ての小頭数 で、かつね、この2着のペースセッティングがこの後、中京のファルコンステークスでちょっと通用していないので、でもう下もちょっとメンバー弱いので、まあ一つはメンバーに恵まれたよねって見方ができます。なのでこうちょっと弱いメンバーに恵まれての勝利だよねって見方はできるんですが、ただまあペースセッティングも、やっぱり逃げると、逃げて自分の、競馬ができればそこそこ走るタイプなので、はい、それをですね、楽に差し切ったというのは評価に値するので、まあやっぱりですね、冷静に考えると、この、ね、強いメンバーに揉まれたリバティアイランドよりはちょっと落ちるという評価ではあるものの、ただ能力的にね、2戦2勝でそこを見せていない。で、前回も出遅れながら勝ったよねということと、もともとね、デビュー戦も先行して勝ってるように、客室も自在で別に後ろから行かなくても競馬ができる馬なので、スタートを決めてこの枠順なので、今回ね、1枠2番なので、好意の因で流れに乗れるようであれば、確かにリバティアイランドの打倒1番手という評価をされてもおかしくないぐらいの能力を秘めてる可能性はあるなというふうに思っております。続きましてフェアリーステークスです。はい、これ北ウィングが勝ったレースです、はい、でこのレースね、面白くてちょっと前が速くて、でかつこの日はインコースが有利だったこともあって、まあ、勝ったまあ後方でポツンとここにいたんですが、はい、で直線も一応作ってるね、うん、で2着馬も人気のないこのメイク、アススナッチっていうのが2番手、後方のインコースで足を、この後方のインコースで足を試す馬がね 1,2,4 着 で、うん、でまあ、2が離れた2番手を追走したスピードブライトが3着残ってるんですが、はい、内目を通ってさらに後方にいた馬っていうのが一番展開に恵まれてると。なのでこの勝利はやっぱりあんまり強くないよねって見方でいいと思います。なのでこの後方の内側に行って足を溜めてロスなく走ったっていうのは、はい、ハイペースの内側優位の馬場で一番展開に恵まれた馬が来ただけなので、この、北のフィングに関しては今回は買わなくていいという評価でいいのかなと思います。続きましてエルフィンステックスです。はい、これね、コナコーストとシングザットソングが 2,3 着馬が出てくるんですが、はい、ユリーシャーという馬がですね、逃げて楽勝したレースで、これね、馬乗りで結構強かったんだけど、はい、これが勝ったレースです。で、コナコーストは後位から流れに乗ったものの、ちょっと、逃げたユリーシャーには大きく離されての2着というところですね、はい、で、シングザットソングは後ろから追い込んでの3着なので、うん、まあこのね、ユリーシャーが楽勝した展開を考えるとペースも遅かったので、そう考えるとシングザットソングの方が若干内容がいいかなという感じがします。で、ただこのコナコーストがこの後チューリップ賞で僅差の2着だったことを考えると、はい、やっぱりそのチューリップ賞で逃げ残ったモズメイメイよりは本当はユリーシャが今回出てきたら面白かったよねって話なんですが、はい、ユリーシャが除外になってしまったことでちょっと先行馬がかなり手薄になってしまったので、うん、今回でかつ阪神がコース代わりを考えると、はい、トラックバイアス内側有利になるとやっぱりちょっと前残りには注意を払いたいなってところですね。今お話したように、まあ、このレースだけをちょっと振り返るとコナコーストとシングザットソングに関してはほぼ互角だけど、レース内容としては若干シングザットソングのが上かなというぐらいの評価でいいのかなというふうに思っております。続きましてクイーンカップです。はい、クイーンカップね、ハーパー、ドゥアイズが出てくると。で、本当は3着のドゥアーのあたりもほぼ僅差なので、この3と、そんなに能力差がないんですが、まあね、レース内容で言うと、ロスのなく内目を回ったのがドゥアイズと、はい、で、その1頭分外を回ったのがハーパーなので、若干ですが、ハーパーがやっぱり先着した分プラスコース取りの差を考えると、ハーパーとドゥアイズに関しては若干ハーパーが上かなと思ってます。で、ハーパーの方が今回は内枠を引いているので、うん、はい、あつか、うち同じか、同じなので4番と5番なので、同じような枠順なので、まあ若干ハーパーがいいかなぐらいの評価で、まあ、そこまで大きな能力差はない。まあ、本当このハーパー、ドゥアイズ、今言ったモリアーナも含め、この3頭に関してはちょっとした展開のあやで、変わるかなと、着順が入れ替わるかなというぐらいの評価でいいのかなと思います。続きましてチューリップ賞です。はい、これね、さっきお話したように2着に、ね、コナコーストっていう馬がいて、3着にペリファーニアで、あと逃げたモズメイメイが逃げてるんですが、逃げ切ったんですが、はい、これね、モズメイメイかなりスローペースの前残りの展開で楽に先手を取って押し切るといった展開です。で、コナコーストはやっぱりちょっとね、外目を回った分で、この 2,3 着はですね、外目を回った分 2,3 着なので、このモズメイメイよりは間違いなく
コナコーストと、ペリファーニアが内容がいいよねって見方ができます。ただ、まあ、このね、コナコーストがさっき見せたようにエルフィーステークスでちょっと話されてるよねって見ると、やっぱり今年のチューリップ賞、例年よりはレベルが低いという見方が妥当なのかなと思います。で、まあ、コナコーストがこれぐらいだとすると、やっぱり阪神ジュビナイロね、買った、リバティアイランドとはちょっとかなり差がありそうだなという見方で、モズ命名を比較すると、さっきのエルフィーステークスの本当は勝ったものが、逃げますし面白いんですが、まあ、コナコーストね、が、まあ、そこそこ通用するよねって思う方は、モズ命名とペリファーニア。特に、まあ、あのね、今回、さっきからお話しに、桜花賞は、コース代わりの前に全く先行馬がいないんで、やっぱり逃げるモズ命名と前に行ける、コナコースとペリファーニアあたりはちょっとやっぱり多少注意は払わなきゃいけないなと思います。あんまり強くないけども、展開面を考えるとチューリップ賞組レベル高くないけども展開面を考えるとまあいけるよねって考えて少し抑えぐらいの評価は必要かなというふうには思っております。続きましてフィリーズレビューです。はい、シング・ザット・ソング、ムーン・プロフ、3着、ジューン・オレイジあたりが出走してくるんですが、このレースはですね、結構逆に前が速くて、はい、後ろからいた外目を回った追い込み馬が2、3着に、人気薄の馬が追い込んできたと。それはですね、後位から抜け出して追い込ん、先行して、抜け出したシング・ザット・ソングは、そういう意味で着差以上に2、3着馬より強い内容だったと思います。なので、このフィリーズレビュー組ではシング・ザット・ソングを買おうねっていう話なんですが、まあ、あと別路線組とのちょっと比較は難しくて、先ほどのね、このエルフィンステークスを見てもらうとわかるんだけど、ここでね、ユリーシャが勝った時に、コナコーストとシング・ザット・ソングなんで、はい、まあそういう意味でね、コナコーストよりさっきこのシング・ザット・ソングの内容いいよねってことを考えると、まあチューリップ賞の上位組とシング・ザット・ソングはほぼ互角という見方でいいかなと思います。で、はい、そっからちょっとこの2、3着に関しては展開に恵まれて、ハイペースの展開に恵まれて追い込んだだけなので、ちょっと差がありそうというところだと思います。で、シング・ザット・ソングはね、今回は先行してるんですが、その前が追い込んでるので、まあ今回のメンバーだとすると、前に行かないとちょっと厳しいかなと。で、後ろからじっくり構えると、その前取りこぼしていたように足を余す可能性が高くなるので、まあ前回の阪神、このフィリーズレビューのように前に行く競馬ができるかどうか、そこが一つポイントになってくるのかなと思います。続きまして、アナモネステークスです。はい、アナモネステークスですね。さっきのね、重賞で3着残ったスピードブライトがですね、1枠で逃げを打ったんですが、はい、それをね、当選ローリエは、大名マーク、2番手追走から、押し切るといった競馬でした。なので、まあ、ペースもまあまあ早かったので、はい、100歳以上に強い内容、自分から勝ちに行っての競馬だったよねっていうところです。で、2着にですね、この当選ローリエが前を潰してくれたことによって、2、3着にね、後方にいたこの16番と14番が、2、3着に追い込んでるというところで、はい、やっぱりまあ、この当選ローリエは着差以上に強い内容だったので、あれもね、ステークス組で買うならば、当選ローリエでいいのかなと思います。はい、で、ね、この2着にコンクシェルって馬が来たんだけど、これはね、外枠で包まれない時だけ動力を発揮するタイプなので、今回の枠順でちょっと揉まれてしまうと厳しいという見方でいいかなと。まあ、もともと能力も足んないですけどね、当選ローリエがやっぱり1枚抜けて強いので、ただまあ、前回走ったのはこの外枠だったよねってところは頭に入れておいてほしいなというふうに思います。続きましてフラワーカップです。はい、これもね、超ね、極悪ババの道悪で、うん、それでペースが速かったこともあって、後方にいたエミューが差し切ったといったレースです、はい、なので、まあ、今回両ババなのと、あとやっぱり先行馬がいないことを考えると、やっぱりちょっともう今回のメンバーと展開では厳しいという見方でいいのかなというふうに思っております。それではマスター、展開はどうなりそうでしょうか。これね、さっき言ったように本当に逃げ馬がね、除外されちゃったから、はい、モズ命名のね、どう見ても短期逃げなんだよね。で、モズ命名自体も、はい、実は前回チューリップ賞楽逃げだし、その前拳賞も楽逃げで、ペース逃げてるペースもあんまり速くないんで、はい、かなりスローペースになるかなと思ってます。で、2番手に行く馬も実はあんまりいなくて、まあ、大外枠なんで、当選ロリエ一周外回らされたくないんで、2番手につけるかなと。で、この流れで、かなり淡々とスローペースで流れそうで、まあ、そういう意味で言うと、この3番のリバティアイランドが取りこぼすとすると、スタートで出遅れた位置取りが悪くなっちゃって、もう前が止まんなくて届かないっていう展開ぐらいかなとは思っております。それでは一頭ずつ解説お願いします。はい、1番ブドンドール。そうですね、フィリーズレビュー組はさっきお話したようにシングザットソングしか買わなくていいよねって話でいいと思います。はい、なので買わなくていいでしょう。
2番ライトクォンタム、まあね、一応2戦2勝でね、まあ、他とは結構勝負付きが済んだようなメンバー構成なので、これだけねちょっと一応数馬の強い、まあ、ただ7頭立てなんでね、そこをどう評価するかですが、まあ、一応未知の魅力があるので、唯一リバティアイランドを逆転できそうってイメージを持つのは確かにこれかなって感じはします。ただね、あの先ほど MTP を見てもそうなんですが、はい、やっぱり前回は7頭立てかつペース2着がペースセッティングだよねと思うと、弱いメンバーと衝突に恵まれた感も強いので、人気ならばどうかなってとこもあるのかなと思います。3番リバティアイランド、そうですね、前回着差以上にめちゃめちゃ強いですね。内側が有利な馬場状態で外を回していたと、なんかね、Q&A のコメントでね、外を回して外で進まれなかったからって言うんだけど、競馬知らないやつはそう言うんだけど、基本的にはやっぱりインコース有利な馬場トラックバイアスで、はい、あれだけ外を回して強い競馬っていうのは着差以上に強いって見方でいいと思います。で、アルテミスステークスは負けてるんだけど、レース見てもらえば分かるんだけども、本当にね前が開かない、かなり不利があっての敗戦なので、まあそれは度外視可能なんで、本当ねここのね楽勝の勝ち方次第では三冠も狙えるぐらいの今年は世代のレベル差があるのかなっていうので、まあ基本は負けないと思います。なので基本は負けないんだけど、負けるとしたらさっきお話ししたように、もう超ドスローのでうち、で包まれて開かないとか、あとはスタートで出負けしちゃって、なんか位置が悪くなりすぎちゃってみたいなところ以外はちょっと負けづらいぐらい能力差はあるかなとは思っております。4番ドゥアイズ、そうですね、阪神ジュビナルフィリーズはちょっと出遅れたんだけど、うちに潜り込ませたってとかいい、うまく、乗ったのは確かで、前回クイーンカップ見るとやっぱりハーパーの方が若干いいかなって感じはするんだけど、まあその、まあ、多分ね今回新緑化には、阪神ジュビナルフィリーズの新緑化には枠順の差を考えて先着できそうで、でハーパーとはもしかしたら逆転があってもおかしくないかなっていう感じなので、まあその、どっちの死者をどう取るかはそこら辺は、オッズを見ながら判断していただくのがいいかなと思います。ただまあリバティアランドはちょっと下がりそうだよねっていうのは阪神ジュビナイルを見れば分かるのかなと思います。5番ハーパー、そうですね、前回見るとさっきお話したように、ドゥアイズよりはちょっと強そうと、ただドゥアイズが、リバティアイランドと大きく差があるよねって思うと、はい、まあリバティアイランドとは差がちょっと、まあやっぱりドゥアイズとハーパーがちょっと同じぐらいで、リバティアイランドはかなり上だよねっていう見方がそういう比較をしていくと分かるのかなと思います。6番モズメイメイ、まあねこれ強くないんだけど、もうさっきからお話してるように、もう前回もねもう前残りの競馬で短期逃げで逃げただけなんで、はい、基本は買わないタイプなんですが、ただ今回もうモズメイメイしか本当に逃げ馬がいなくて、まあ一応これが逃げたらまあ多少残る可能性は、まあただね本当はねこのユリーシャっていうエルフィンステークスを勝った馬が出てくれば、はい、逃げ馬はそっちの方がいいかなと思っていたんですが、はい、ただまあそれがね今回出れないということになると、ちょっと展開的にはこの馬にまた向きそうだなとは思います。なのであとはね今週からコース代わりなので、トラックバイアスがどの程度インコース有利になるか、はい、そこを踏まえて、まあ本当極端にいい有利で、まあで競馬見てて前が止まんないって話になったら、人気なければモズメイメイは勝った方がいいとかなと思います。7番コンクシェル、コンクシェルはですね、さっきお話したようにアネモネステークスの2着は、まず当選ローリエが前を潰してくれたことで追い込みがはまったことと、はい、外枠で包まれない展開に恵まれたので、今回は厳しいという見方でいいと思います。8番キタウィング、これもねフェアリーステークス、さっきお話したようにね前つぶれの展開で後方でポツンと気分よく走らせただけの、追い込みがはまっただけなので、今回は先行馬も少ないし厳しいと思います。9番コナコースト、まあね一応今回ここに走の2着はスローで逃げた馬を捉えきれなかっただけって見るとそこまで差がないし、まあ競馬が上手な馬なんでね、後位から競馬ができるので、この先行馬が少ないメンバーでもそこそこは走るのかなと思います。ただまあ今年のチューリップ賞、ねやっぱりエルフィンステークスでやっぱりニューリーシャに離された馬が一番強い内容の2着って考えると、はい、チューリップ賞組のレースのレベルがどうかなって感じもしています。10番エミュー、そうね前回はねやっぱりハイペースの前崩れの展開とオンババがハマっただけなので、今回先行馬が少なくて後ろから一脚したのでちょっと厳しいかなと思います。11番新緑化、そうですね前回キャリア一戦でねG1 で2着というのは立派なんですが、はい、やっぱりうまく内に潜り込めた感じがあるので、そういう意味を考えると今回はやっぱり、前回みたいな枠順でもないしハマりづらいかなと思います。だこれ来るなら若干やっぱりドゥアイズが良くて、ドゥアイズとハーパーとかの方が互角だよねって見方をするとそっちの内側を引いたものがいいのかなって感じがしております。12番新シングザットソング、そうですねこれだからエルフィンステークスの内容を見るとコナコーストとはほぼ互角か もちろんそれ以上と、でフィリーズレビューも後位から競馬してるんで前つぶれの展開自分から勝ちに行ったよねって見ると、まあ、フィリーズレビュー組みではこれだよねと、であとは それ以外の別路線の例えばねリバーティーアイランドライトコンタムとの比較なんだけど、はい、まあ、ただ今回の場合はねその前後ろから行き過ぎて足余してるんで
まあ、この馬が構想するには前回みたいに前行く競馬をしてスローでどこまで流れる込めるかなっていうところだと思っております。13番ドゥーラ、まあね、これもともと力はある馬なんだけど、ただまあここ2回のね敗戦を見るとちょっとね負けすぎなとこもあるので、まあそうね、阪神ジムナイルもね後ろから行ってなんですけど、まあただあれうまくうちに潜り込ませたとこもあるんで、基本的には前回のチューリップ賞の敗戦見てもちょっと負けすぎなので厳しいという見方でいいかなと思います。14番フェリファーニア、力はねモズメイメイが逃げ切ったところを後位から流れ込んでの3着なのであんまり強くないかなって感じはするんだけど、はい、ただまあもう一個言うのはキャリアまだ浅い馬だし、2戦でね新馬勝ちの後チューリップ賞でも3着って考えると、はい、まあもうちょっと上がり目がありそうって、あとやっぱり先行馬がいないんで、はい、モズメイメイが逃げて2番手にこれがつける可能、このベリファーニアがつけそうな感じもするんで、まあ前に行った時にちょっと抑えるぐらいの評価を与えればいいかなと思います。15番ジュンオレンジ、そうね、前回はさっきお話にハイペースがハマった感があるんで、これを買うならシングザットソングを買った方がいいかなと思っております。16番ムーンクローブ、うん、これもそうですね、前回は、どちらかと追い込み競馬でハマっただけなので、これを買うならばシングザットソングという話でいいのかなと思います。17番ラベル、そうですね、まあもともとね実はあのリバティアイランドを、2走前に任してるんで、唯一リバティアイランドを任したのはこの馬だよねって見ると単純なメンバー比較ではまあ買わなきゃいけないように見えるんですが、はい、まあ、あのこの時はね後方からうまくちょっとあの前がそのね、リバティアイランドが詰まった展開に助けられたことと、やっぱりこの馬もスタートが悪いのと、あと後ろから行くのとこの外枠なんで、よっぽど差し外差しが有利な展開にならない限りは厳しいかなと。ただまあコース代わりでこの2ゲーム馬がいないメンバー構成を考えるとなかなかその展開は今のところ想定しづらいかなと思っております。18番トンセンローリエ、まあね、アネモネステークス組は実はレースのレベル低いんで、はい、基本は来ないんですが、ただもうさっきお話したようにどう見てもモズメイメイが逃げて2番手にトンセンローリエがつけそうなんで、このモズメイメイもトンセンローリエも弱いけどスローの前残りになったらちょっと注意が必要かなぐらいの評価でいいかなと思っております。はい、以上18頭となります。それでは最後に見解をお願いします。まあね、リバティアイランド強いんで、はい、もうこれで買うしかないよねって話なんだけど、ただやっぱ競馬ってねこの18頭もいて、はい、モズメイメイのスロー逃げで当選ローリーがスローの2番手でごちゃごちゃごちゃっとした時に競馬何か起きそうな気もするんで、まあ基本はリバティアイランドで硬いけど 1. 点何倍のそのね中段よりやや後方から行くまでかつあのスローペースで流れそうなところを考えると、あんまり無理しないで馬券は買わずにあの見てて、あの生まれ1点予想だけ書いててあのそれでね、あの甘ギフをもらうぐらいが一番いいのかなと思っております。最後手塚さん、はい、私の予想はやっぱり3番のリバティアイランドから5番のハーパーでいきたいと思います。まあ固めんところですね。はい、固くいきます。なので、ね、まあ、あの前残りになりそうなんで、まあ、あのリバティアイランドで買うか、うん、あとはだからね前残りで穴を狙うって方はあの、はい、リバティアイランドがちょっとしくじるパターンもちょっと考えてもいいんだけど、うん、まあそういうねあのよく言うんだけど、まあなんかね期待値が低いそのなんていうの勝つ確率が一番強い馬を無理やりけなして馬券買うとあんまりろくなことにならないんで、オッズだけ見て買ってもしょうがないんで基本的には見送りがいいかなと思いますね。はい、以上今週は桜花賞の直前解説をお送りしました。この動画が良かったなと思った方はチャンネル登録高評価お願いします。それではまた次週お会いしましょう。